今回の動画ではタイガースの最新情報として、金村氏のコーチ復帰が判明した件について、そして新外国人の獲得構想が徐々に明らかになってきた件について紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルは熱狂的な阪神ファンによる阪神だけに特化したチャンネルになり、阪神に関連しない動画は一切投稿しません。そのため、チャンネル登録がまだの方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ではまず、徐々に明らかになってきた藤川体制について見ていきましょう。クライマックスシリーズ敗退で今シーズンが終了となり、近日中にも発表されるとみられる藤川氏の監督就任、それに伴うコーチ人事に関する報道も賑やかになってきました。まずヘッドコーチの候補として挙がっているのが、現在もヘッドを務めている平田コーチと和田二軍監督の2人。藤川氏は指導者経験がないため、経験豊富な人物がヘッドコーチを務めた方が良いと思うので、この人選は悪くないと思います。そして攻撃面に課題を残したこともあり、打撃コーチを務めていた水口コーチと今岡コーチは退団する見込み。二軍で打撃コーチを務めている北川コーチの昇格、そして藤川氏と同級生でもある小矢野栄一氏の招聘を中心に検討されていると報じられました。そして個人的に大きなポイントになりそうだと感じているのが、金村氏の招聘と福原コーチの対談です。2016年からタイガースの投手コーチを務めた金村氏は、2022年オフに岡田監督の就任とともに対談。岡田監督が中継ぎを酷使するようなイメージもあったようで、ちょっと投手陣を預かる身として心配な部分がたくさんあった。オファーは2軍コーチだったんですけど。であれば、怪我人が2軍で来るのは耐えられないので、すみませんとお断りしたと後に明かしています。タイガースサイドは金村氏を高く評価しているようで、このタイミングで復帰するようです。金村氏の良さは、中継ぎ陣の負担軽減を徹底してくれること。金村氏がコーチを務めていた時代も60試合前後登板する選手たちはいましたが、ブルペンでの準備の仕方に工夫を凝らしていたといいます。中継ぎ陣はブルペンで1日に何度も肩を作り、登板がない日でも疲労が蓄積されていくもの。2021年シーズンから中継ぎに本格転向した岩貞選手は1年で100試合以上も肩を作ったといいます。このように準備が多くなってしまう原因の一つが、状況に応じて系統を細かく変える必要があること。これを踏まえて金村コーチは当時の矢野監督と話し合ったようで、ここで行くと決めたら行くっていうのは手動でやらせてもらってる、同点になったら、とか、勝ち越されたら行くっていうのはなしにして、このバッターでピンチだったら行くというのは徹底してやった方がピッチャーも準備しやすいし、気持ちも作れる。間違いなく待機も減るんでね、と語っていました。このように待機の工夫を施したほか、勝ちパターンである湯浅選手や岩崎選手をシーズン序盤に抹消してリフレッシュさせるなど、中継ぎ陣の負担を最優先に考えた取り組みが見られました。今シーズンは70試合に登板した桐敷選手を筆頭に、中継ぎの負担はかなり大きかったはず。来シーズンは金村氏がうまく管理し、怪我なく乗り切ってほしいですね。一方の福原コーチは2019年から1軍の投手コーチを務め、岡田監督が就任した2023年からは2軍投手コーチに配置転換となりました。若手投手の育成を任されたものの、西純也選手や森木選手といった右の速球派を育成できず、2軍の先発事情はかなり厳しく、将来のローテーション候補もかなり少なくなってしまっています。この事態を重く見たのか、球団は来季の契約を結ばない見込み。新たな2軍投手コーチが誰になるか分かりませんが、なんとか底上げをしてほしいですね。それでは続いて、新たに判明した助っ人の獲得構想について見ていきましょう。まず報道されたのが、育成野手の獲得。パナマ出身で右投げ右打ちのアルナエス選手を獲得することが明らかになりました。まだ22歳と若いアルナエス選手は今シーズンマイナーで51試合に出場し、打率2割3分3厘という成績。バッティングはまだまだですが、内野の全ポジションを守れるユーティリティ性の高い選手です。パナマでの入団テストを経て獲得が決まった模様で、
早ければ高知での秋季キャンプから合流するとみられます。2軍で複数ポジションを守っていた遠藤選手と片山選手の対談に伴い、どのような運営をするのかと注目していましたが、ユーティリティプレイヤーのアルナエス選手の獲得により、柔軟な起用ができそうです。即戦力ではありませんが、3年ほどで1軍の戦力になれば、御の字。個人的には育成選手をどんどんと取って欲しかったので朗報です。タイガースは昨年も入団テストを経てマルティネス選手とベタンセス選手を獲得。2人ともかなり荒削りな素材という印象でしたが、マルティネス選手が17試合で防御率 3.93、ベタンセス選手が25試合で防御率 4.18 とまずまずの成績を収めました。特に160キロ前後の球速を記録しているベタンセス選手は将来の守護神候補としても注目されており、外国人選手を育成で獲得する動きは非常に良いと思います。あとは1軍の戦力になれるよう育成できるか、2軍のコーチたちの手腕にも注目です。そして2019年までタイガースに在籍していたドリス選手の獲得報道もありました。ドリス選手は2017年に37セーブを挙げてセーブ王のタイトルを獲得。続く2018年も32セーブを挙げるなど、守護神として活躍しました。在籍4年間で208試合に登板し、通算防御率は 2.49。フィールディングの課題はあったものの制球も悪くなく、最終年も56試合で防御率 2.11 と結果を残していました。そして2020年シーズンから2年間メジャーでプレーすると、その後はマイナーやメキシカンリーグでプレー。昨年4月には四国、高知ファイティングドッグスに入団し、再び日本でプレーしていました。すでに36歳とベテランの域に差し掛かっており、阪神復帰なんて1ミリも考えていなかったので、この報道にはかなり驚きました。そもそもタイガースにはビーズリー選手、ゲラ選手という優秀な2人の外国人投手がおり、本人たちは残留を熱望していると言われています。そのため外国人投手の1軍争いは厳しく、来年1月に37歳になるドリス選手の獲得はミスマッチではないでしょうか。岩崎選手や島本選手がベテランの域に入っており、桐敷選手が70試合に登板したことを考えれば、左の中継ぎの方が欲しいはず。ドリス選手ではなく、左の中継ぎを狙う方が良いのではと個人的に思っています。まだ調査という段階なので、獲得はないと思っていますが、今後の動向にも注目です。今回の動画もご視聴いただき、ありがとうございます。阪神に関する動画をほぼ毎日投稿していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。コメントと高評価もぜひお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。